新世紀、エヴァンゲリオンエヴァンゲリオン新劇場版、エヴァンゲリオン新劇場版は、日本のアニメ映画シリーズであり、新世紀エヴァンゲリオンのリメイク作品である。全4部作。第1作、ジョが2007年に、第2作、ハが2009年に、第3作、キウが2012年に、第4作、新エヴァンゲリオン劇場版が2021年に、公開された。大災害。 セカンドインパクト5の世界を舞台に、人型兵器、エヴァンゲリオンのパイロットとなった少年少女たちと、第三神道教師に襲来する謎の敵、使徒との戦いを描いた TV アニメ、新世紀エヴァンゲリオンをリメイクしたものである。2006年に発表された歌唱にあった、リビルドという語句は後に、タイトルから消えたが、2007年の前編、ジョマでは新劇場版について、 リビルドという表現が作品紹介などの広報で多用された。総監督の安野秀明をはじめ監督の正幸、鶴巻和や、キャラクターデザインの低本技業、音楽の詐欺スシローなど、中心的なスタッフは TV シリーズと同じであり、声優も新キャラクター以外は同じである。全4部作からなる。当初は歌唱の前編、中編、後編、 完結編としていたが、2007年4月に、ジョハ九にちなむ、ジョハ九と発表され、さらに2009年6月に、九が、九に、2012年11月に、エヴァンゲリオン新劇場版が、新エヴァンゲリオン劇場版に改められた。ジョハ九で使われる、エヴァンゲリオンという表記はタイトルでのみで、劇中に登場する機体は従来通りの表記。 エヴァンゲリオンが使われる。前編、著は TV シリーズの第1話から第6話までのストーリーを踏襲していたが、中編、ハワキソンのストーリーを元にしつつ新たな期待やキャラクターが登場し、後編、9以降では、著派から14年後の世界を舞台とした、全く新たな物語が展開され、最終章は、非そして反。 キャッチコピーとし最後のエヴァンゲリオンを描いた。タイトル横のは作品のイメージカラー。アニメ雑誌ニュータイプの2006年10月号でエヴァンゲリオン新劇場版リービルドオブエヴァンゲリオンの制作が発表された。この時点では前編、中編、後編、完結編の全4部作の物語で前編は2007年初夏、中編は2008年陽春。 後編と完結編は同時上映で2008年初夏に公開予定とされた。新劇場版は前回の TB シリーズ及び劇場版を旧世紀版と故障したいという安度の,の意向を受けて制作されるもので旧世紀版では明かされなかった新たな真実が描かれるとされた。プロデューサーの大月春林によれば時間軸は TB シリーズと同一であるが前編から後編までは 旧作のフィルム映像を一切使用せず、現存する原画から新たに撮り直し、それに新画像を大幅に付け加えた作品になり、新設定や新キャラクターも登場するとされた。なお、タイトルから新世紀の文字が消えたのは、すでに21世紀になってしまったからという理由であった。スタッフは、安野秀明が総監督、正幸と鶴巻和也が監督を務め、 新たに起こされた、アンノの個人アニメスタジオ、カラーによる制作のもと、脚本は前編を、アンノ、新作画部分の絵コンテは前編を、樋口真嗣と恩京田ともみ、中編を佐藤淳一がそれぞれ担当し、前編の創作画監督は鈴木俊二、作画監督は松原秀則が担当すると発表された。年月日、全国カ所の映画館において、 アンノによる、初心表明を書き記したポスターの掲示とともに、特報映像の上映が開始された。前編は2007年9月1日に公開するほか、中編の公開時期を2008年洋春から2008年、後編と完結編は2008年初夏から公開日、未定と改められた。同日ヤフーでは、作品特設サイトが開設され、初心表明と新劇場版オリジナル映像を、 公開した。なお、発表された案のによる初心表明文のタイトル、我々は、再び、何を作ろうとしているのか、は、1995年7月に TB シリーズ、新世紀エヴァンゲリオンが放送される前に、案の自身が発表した、初心表明文、我々は何を作ろうとしているのか、に対するものである。いかに、その後の最終作に至るまでの大まかな出来事の、 略歴を記す。放送履歴に関しては、テレビ放送を参照。新劇場版では、日本テレビが地上波放映、その他宣伝協力などで関わっている。近年のアニメ制作では状態化している、制作委員会方式も取られておらず、工業形態としては、自主制作、いわゆるインディーズ映画となる。安野秀明自身が、原作、総監督、脚本、 音響監督の他に出資も行うことで、原作者が権利も保持する側面を強め、自身が TB 版で普及の要因を担った政作委員会方式とは異なる方式に立ち返る意図も示している。首都に対抗すべく建造された巨大な人型兵器。パイロットは、円筒形のコックピット、エントリープラグに乗り、主に神経接続によって機体を操縦する。首都と同じく、 AT フィールドを持ち、死とのそれを中和、侵食、破壊することができる。第三神道教師に来襲する、謎の敵。形状や能力はそれぞれ異なるが、コアと呼ばれる部位があり、それを破壊されると活動を停止。進撃常版では、その際に全身が血のような液体に変化する。AT フィールドを持ち、エヴァンゲリオン以外の通常兵器はほとんど意味をなさない。なお、 新劇場版における第11の使徒についてはその存在が明らかとなっていない。また新劇場版では使徒の名前が明らかになっていない。すべてテレビゲームソフト。ここで言う登場王とは本作に登場するキャラクター並びにロボット及びゲームシナリオに組み込まれたいくつかのストーリーエッセンスの総称を指す。エヴァンゲリオンレーシングの車体モータースポーツの イベント企画会社、ラナエンタテインメントは、2010年からカラーと、新劇場版シリーズのプロモーションで、タイアップし、レーシングチームエヴァンゲリオンレーシングを結成し、活動している。初号機をイメージしたマシンを使用し、4輪では、スーパー GT300 クラス、2輪では、鈴鹿8時間耐久ロードレースなどに出場した。チームのレースクイーンは5人のエヴァパイロットを演じている。 ありがとうございます。